はい、どうもこんにちは、かくすけです。前回変な終わり方しちゃいました。ついね、考え事しながらね、録画停止ボタンを押しちゃいました。なんとこれをムーブしてやっぱりこのゲームの動画はこの1本だけで良さそうですねどうもね、すごく考え込んじゃってね、うん、これで一旦見てみたいな。ですか。消してみて、ラヘも消して、中身をね、そう入れ替えしてもらいたいので、で、これはもうどうしようもないんですよね。向きはもうどうしようもないから、これとこれでいいかな。これでやってみよう。どうなる？でもこれもうすでに何か入ってるわけじゃないか。これでどうなる？いいのが両方残ってくれ。あれ？交差するわけじゃない。交差するわけ、あれ？両方一番下にあるな。あ、シェイクされたのが残ってますね、これ。いくつか出してもらって、いくつか出してもらった後のを見ないとダメですね。なんでそっちばっか買っちゃうかな。下側は全部負けてますからね。どうなるかな。どっから変わりますかね。ああ、まだですね。で、あ、もうか、そっか。じゃあもうちょっと伸ばしてみようかな。これまだダメでしょ。次もまだダメか。あれ？あ、こっから、こっからね。まだ、もうちょっと、もうちょっと伸ばして。まだ無理だよね。これで、あ、消えちゃう？やっぱスイッチ多い方が残るのかな。どうしよっかな。じゃあやっぱこれの隙間のね、これの隙間の2番目に来るようにしないとダメですね。となると、ミキサー、あ、コンプリート。あ、どうもあ、どうも。わ、あ、どうしよう。あ、で終わっちゃった。ボタン間違った。あそこまでやりたいと思ってたのにな。まあでもね、クリアしましたね。あー、やった。いや、動画何本分ぐらいだろう。20本分ぐらいやりますか。だから次のところもやってみますかね。8イヤーズの間に、やってみよう一旦。あ、同じ通り、いいです。あ、なんか、なんか暖かい感じになりましたね。工場っぽくないな。レンガ作りかな。目標なんだっけ。目標が、あれ、目標が何でしたっけ。ちょっと一旦抜けよう。一旦抜けて、あー、これね、トータル、シャフレイ300マッペタイトパラレあー、トリートメント、あ、なんかトリートメントズケープを300個かな。あ、なんか違うとこになった。同じステージだよ。違うんですね、工場が。
リートメント系ね。で、最初はね、お金貯めることを考えましょうね。ちょっとでも稼ぐことを、これを1個ずらす、いや、これを1個ずらすことで、いいんじゃない？で、1個ずらしたのを作ったら123円作れるので、50円ずつぐらいは稼げるんじゃないかな。元が13ね、じゃあ無理かな、無理はしないでおこう。はい、じゃあ、ここにこれを入れて1個下げるね。1個下げて出すだけのをやりましょう。1個下げます。こうやって下げます。で、梱包して2個梱包したいな。こうやって、にゃー、こうでもいいな。普通に考えたらこうですよね。これでいいんじゃないかな。これ普通に稼げると思いますよ。下げて、これだけのね、基本のペインキラーですね。これで多分大丈夫だと思います。ちょっとね、売り上げのところを見てみましょう。売り出し始めるまでをね。Product name required. ういっ、ネームはこのままで、これからです。これからのお金の変動を。3 22 55、よし、プラスプラス。とりあえずプラスです。で、どこか買わないと、もうこれ以上お薬作れませんね。こっちかな、買うとしたら。ちょっとこれくっつきすぎてね、やりにくいと思うので、こっち側ですね。で、ペンキラーをちょっとレベル上げるのもいいですよね。カームスアシッドリフレックスをして、ちょっと左に下げれば OK ですね。最初が16まで上げるのが大変なんじゃないかな。カームズアシッドと レリーエフス、カームズアシッド、レリーエフス、カームズアシッド、カームズ、これが中間までしてですね。お、こっちしかないじゃん。 A competitor has released a new product. 早い。あ、でも自分ももう一個作ったのか。変わらんですね。はい、とりあえずこれするか。レリーブスなんとかね。これを0から6に一旦すればいいんですね。こっち側にしようかね。始まりをこっちにして、0から6にまで下げるのが大変だ。これちょっときついですよ。あ、ペインキラーじゃん。あ、これね、0から6に下げるのは厳しいですね。でもこれ0から5までやったらこれも消えるんですよね。6にして、またすでに下げ、3ぐらいまで下がるんですよね、これやろうとしたら。また6に上げるんだね。やってみるかな。あんまり稼げない気がするけど、6に下げるんですね。はい、相当じゃない。3個、あ、でも1個ずつ下げるのしか持ってませんね、今。そっか。
か。じゃあ、これも1個下げて売りましょう。とりあえずそんなに無駄にはならないはず。これでいいね。これで出して、で薬作って、このねコンパクトな感じでいきましょうね。今回はそんなに維持費もかからないと思うから、これでも一応お金は上がるんじゃないかな。副作用があるからそんなにいいお薬ではないけど。でお金じゃなくて名前をつけるんですね。Product name required. いくら？146円。いいぞいいぞ、どんどん稼げるでしょう。でここで小規模に稼ぎながら、もう一つ大きいのね作りたいですね。ここら辺の広いスペースを使ってね。だからちょっと誰か雇って、新しい原料とリサーチですね。やっぱドラゴンくんでいいよ。はい、リサーチも上げる、下げるのをしたかったんですよね。それでしばらく置いて、でしばらく置くしかないですね。飛ばします。急げ急げ。あ、そっか、これ梱包、はい、これもやった方がいいですね。ほい、よし、いいじゃんいいじゃん、いい調子です。素晴らしい。基本ですねやっと慣れてきました。もうちょっとね、慣れるの時間かかると思ってましたけど、意外と早いものですね、慣れるのって。ここ買うのかな。あ、ここ3つもありますね。あ、ここでもいいな、ここがいいな。次買うなら3箇所均等に搬入口があるところですね。あ、飛ばせていいよ。で、これが 31% ね。で 29%、まあ仕方ないよね。最初の方はお金をあまりかけずにやっていきましょう。ゆったりお金を稼いで。いやもう、あれですよね、なんだろうな、300個のアッペタイトサプレーサントトリートメント、表面処理ですね表面処理だけわかります。それをすれば、この効果があるんでしょうね。最後のトリートメントだけ小文字だけだから、アペタイトっていうのとサパレセントトリートメントっていう効果があって、その2つを持ったものを作れっていうことでしょうか。アペタイトサポ、なんかあるかな。あ、これですね。これとトリートメント、トリートメントはないな。でも、あ、トリートメントってクリームみたいなあれかな。そうなったらこれを作るためのものを早めに New ingredient discovered。 あ、ありがとう。わかった、ありがとう。 Research complete。 おお、素晴らしいね。Thank you。 リサーチも OK ですね。じゃあここら辺作らないといけなかったな、見てる感じ。これ必要でしょ。まずはお金稼がないとね。
で、これもできて、うん、これいきましょう。うん、で、これが、うん、カーブス足、あー、これ、さっきのですね。とりあえずこれをここまでしたいですね。このカームズアシットのやつね。これをとりあえずレベルアップする。これを16から18に一旦上げて、8から12に下げて、これある程度その形作っとくかね。わかりました。じゃあこれ系をしましょう。じゃあこれ買って、うん、でこっちから始まってグイングイン、ここら辺で真ん中でやって、ポイッとポイッと、どっちかにするパターンでいきます。じゃあこれね、インポート、これ入れて、で、一旦16から18に上げて、この1個上げるやつをするんですね。そっか、じゃあこっちを先にすればよかったな。これまだ、あ、20、あ、じゃあ下げるんだ。あ、16まで下げなきゃいけないから、6減らしたらダメでしょ。あ、わかった。じゃあこれとこれ1回、うんですね、まずこれやって、これやってからの1個下げて、さらにあと1回これするんですね。どうしよう、こうやってたらダメだから、こうかな。さらに、あ、しまった。ちょっと場所が無駄になりました。いや、でもまだ購入しただけだから。New ingredient discovered。はい、早いね。ちょっと待って。こうがいいのかな。一旦こっち側に全部ずらしていきましょう。はいはい、早いですね、二人とも。素晴らしい。これも全部ね、全部いい効果の薬作りたいですよね。 A competitor has released a new product. 早いよ。まあそんなことないか。こっち側をちょっと早めにやりたいから、このね、エンジニアさんは結構安いから増やしちゃいましょう。こっちは今のところはまだいいかな。あ、2人必要？まだいいかな。ちょっとお金の増え方が、一気に上がらなくなっちゃったからね。はーい。毎回確認しに行かなくていいですよね。で、これをこうやって変化しますかね。これしようかな。あ、いや、ちょっと確認しておかないと。これで。あ、しまった。これ上げちゃったな。下げなきゃいけなかった。やっちゃった。これで17まで下げて、さらに1個下げなきゃいけなかったんですね。New World Event。申し訳ない。お恥ずかしい。はい、お恥ずかしい。やだなー、こんなの。こうやってこれをどう動かすかな。こうかな。こうだ。これが良かったんだな。これで変わりました、今。で、あ、ちょっと早くなってるな。これで今変わって、で、今これですよね。さらにこれするにはここまでしないといけないでしょ。ちょっと他のやりますか。これね、どうしようかな。とりあえずここまでで売りに出しますか。
あれでも今の状態じゃ、ダメだから、これにするには6から8に、あ、一旦どうせ下げなきゃいけないから、一旦下げますか。ちょっと気にどいてくれるかな。これを、あ、うん、どく必要なかったです。よいしょ、よいしょ。こうやって、こう出して、それで6まで下げていかないとダメなんですよね。14結構下げなきゃダメですね。これはさらに上のグレードもするべきなんでしょうね。はい、これで、さらに下げて、はい、これ11まで下がった。6まで下げないとダメだもんな、結局。下げていきましょうか。じゃあ、ここまで目いっぱい使ってね。これで帰るのは、まだ一応、素晴らしい。僕リサーチ。じゃあ、さらに1人。はい、入れます。仕方ないね。で、これで8まで下がって、さらに下げて、あの装置入れないといけないけど、まだね、このまま売りたいですよね。じゃあ君にはちょっと、いつか使うでしょう。で、ここでさらに下げる作業をしてから、いつかはね、こっちに運び出しましょう。こういうちっちゃい出費がね、きついですね。で、これ、これと、これね、2つをこうやって、これでいいでしょう。あ、Invalid position. これ OK。 で、ベルトコンベア中はね、別に時間がかかるだけでお金はかからないんでね、いいでしょう。どう？いいね。 Product name required. はい、はい、これは251円ですね。素晴らしい。いいです。じゃあリサーチを待ちましょうかね。こちらは、やっぱこれですね。どんどんアップグレードしていきましょう。Insufficient upgrade points。はい、それでお金は稼げるんじゃないかな、しばらく。今回の動画はこれで、今日は切ったら忘れそうだけど、次回ちょっと復習してからまた動画撮らないとダメですね、これは。お金は、そんなにいっぱいは増えませんね。ちょっとずつ、マイナスじゃないだけいいでしょう。トリートメント、なんでしょうね。A competitor has released a new product.新しいの作ったね。ですね、こういう工場とか好きなんでね、見るの。工場の動画とか結構見てたりしたんで、こういうね、なんかいいですよね、効率のいい動きを。なんかピタゴラスイッチみたいな、そんな気持ちよさがありますよね。なんだい、またグレードアップの点数が入ってますね。これはリサーチはね、あとどれくらいでしょうね。早くここまで、あ、こっちだ、こっち、これしたいですよね。これ何人必要かな。
待ちましょう。こっち側もね、そのすごいやつしたかったんだけどな。小銭稼ぎですね、こっちの2つのレーンは。で、ここのレーンはとりあえずこの目標クリアのためのあれですね。ちょっと待った、あ、結構時間が、あ、時間が結構経っちゃうな。やっぱ目標達成のためのことを優先して一番やった方が良さそうですね。本当にね、果たしてこれで合ってるのかが怪しいんですけどね。いいのかな、これで。よし、じゃあ今回はこれで切りますね。それでは、ご視聴ありがとうございました。次回も頑張っていきますので、応援よろしくお願いいたします。